吉田さん、こんにちは。お久しぶりです。いつも使ってるこのカメラからこっちのカメラに戻してみました。どうでしょうかね。ちょっと画像が懐かしいでしょ。ざらつき感あるでしょ。実はね、バッテリーがどうも消耗したみたいで、それもバッテリーの充電器の方が、手も足も出ないんですよ。ですんで、ちょっと瞬間的にこっち使って、それからもう注文しましたんでね、明日明後日ぐらいにはもう届くと思いますんで、そしたらまた Vlog 用カメラに移ろうかと思います。まあ、こちらがね、だいたい1万円ぐらい、こちらが10万円、10倍のパワーでどこまで違うかってことですけども、やっぱ10倍のパフォーマンスを持ったこの新しいカメラ、VG1G ですか、こちらの方は維持費も10倍ぐらいかかるんじゃないかなと思いますね。まあでも、カメラっていうのは唯一と言ってもいいぐらいの数少ない YouTuber の資源ですから、まあ惜しむところではないですよね。でね、YouTube のコメント機能ですけど、私公開はしてるんですけども、とてもじゃないけども、いつもね99プラスになってるんですよ。でコメントをたまに見に行っていろいろやり取りするんですけども、全部は無理ですね。もうね、できるとこまでやっていこうと思ったんですけども、全部は無理なんで、もう気が向いた時だけやるかなっていうのと、それからまあそもそもコメントって書いてもらったところでね、反応するかどうかなんて自由じゃないですか、でまあ自分の都合のいいねコメントの取り上げ方をしようかなというふうにもう今はしてます。もちろん批判コメントをたまたま見かけた時に、その方にどのように対応していくのかってことを多くの視聴者さんに見ていただくっていうふうな演出上の都合でね、まあ、あくまでも論破するんじゃなくて、あ、自分にもこういう間違いがあって、コメントって本当ありがたいなと、みんなに教えてもらえるからなと。できっとアンチコメントを書く人はアンチコメントを書く人で、この人なりの理屈があると思うんですよ。つまり自分と違った考え方ってのは学びになりますしね、自分と同じ考え方を持っている人に出会うよりも学びになるところがあるんで、異なる考え方とか、ある角度を持ってすると私の立ち位置っていうのは批判的に映ることも十分承知してるんで、その感情をね、どのように自分が今度はコメントをね、アンチコメントを自分に対して書く立場としてはどうかなっていうふうに見ていくときに、あ、うまい言い回しを使うなとか、あ、この言い回しだと、まあ、確かに書き込まれた方のは反応しないだろうなみたいなね、まあ、思考を動かす訓練、つまりはコメント欄すらコンテンツみたいな考え方ですかね。まあとても全部受け取りきれないんで、本当にね、応援コメントですらもう見れなくなってきましたけども、まあ本当にね、1万本とか超えると過去の動画にすらコメントってつきまくるんで、もう手に負えないですよね。言ってみれば、私がね、どっかで駅前とかで演説するときに、たくさんの数百人数千人の人が見てくださってて、応援するような人もいれば、ヤジを飛ばしてくる人もいて、で、まあ、何言ってるのか分かんなくなっちゃうみたいな感じです。まあ、ですので、この後個別でお話ししませんかっていうふうに誘導するのが、まあ、個別のワントゥーワン動画とかメールのやり取りってことになりますので、そこまで来るとまあ漏れなく対応はできるんですけどね。でもアンチの人って、まあメールで何かを言ってくるってことはないです。ですので、自動的にフィルタリングかけられているので、それはそれで、まあ、私のスタイルも成り立っていくのかなってことですかね。はい、じゃあね、また吉田さん、動画の方よろしくお願いします。